その苦しみもやがて閲楽へと変わる。苦痛に身を委ねることだ。そうすれば早く楽になれるだろう。私はファスティではない。だがまあ、そう呼びたければそれでも構わんが、カオスと同じように私もまたファスティであるのだからな。そう、カオスがバイスでありシュバルツでありグレイであるように。グレイは今は、さすがはハイエルフ、自身のことより他のものを案ずるとは実に慈悲深い。グレイはもうこの世にはおらん。元より存在せぬ者がいなくなるというのもおかしな話だが、今は生きてはいるだろう。もはやもぬけの殻ではあるが、愉快なことではないか。一方は自分の存在にしがみつき、一方は神の使いであることを信じて疑わず、しかしそのどちらもが真実から目を背け、己を偽り生きてきたのだからな。それになかなか興味深いとは思わないか。どちらも私が与えた記憶ではあるが、お互いのことを忘れ主従関係を逆転させるとは。知っているか、イバはカオスに与えられた人形だったのだ。我ながらうまくいったとは思うが、あの二人の姿と来たら滑稽以外の何者でもない。間違いなく私の傑作だ。人の心を持って遊ぶなんて許せない。バイスはあなたのことを信じていた。イバはどんなことを言われても世界のためにと全て耐えてきた。シュバルツはそのことを知っていたから、最後の時に自分と向き合うことができた。グレイは、グレイは、素晴らしいな。ハイエルフというものはこれほどの力を秘めているとは。さすがレニオンが想像した種だけのことはある。光栄に思うことだ。お前は私の肉体となるのだからな。そう、神の肉体として永遠の生を得るのだ。どこまで持つか楽しみだ。お前の足元にあるユームスの器にその命が全て注ぎ込まれた時、私は肉体を得る。それまでに奴らが契約の腕輪を持ってくればお前は助かる。私は約束は守る。たとえ相手が人であったとしてもな。いずれにせよまだ時間はある。せいぜい楽しむことだ、今この時を。